大丈夫かな。大丈夫。崩れる？崩れるね。2ぐらい。また今度明日。また明日。やめてよ。明日急あれじゃないの。まだ揺れてる？あ、大きいね。あ、本当だ。揺れてますよ。あら、横揺れだ。すごい横揺れ。え、これ大丈夫？本当に。大丈夫。ねえ、すごい揺れだね。世界の終わりじゃない？また来た。こんな時に来ないでよ。ふざけろ。いや、ちょっと待ってください。皆さん。お、鳴ってる。あ、震度3か、こっち。今ね、地震が起きてね、ちょっとね、一苦労なんですけど。あ、コメント来てる。ラッキー。ちょっと緊急地震速報が。あ、でかいでかい。ちょっと待ってよ、明日僕、大船行くんですけど、大丈夫かな。はい、皆さん、こんにちは、横マックスです。ですね、今、今日は11月22日の土曜日です。10時10分ですね。ちょうど今、なんか地震が来てしまってですね、非常にびっくりしております。世界の終わりかと思いました。え？震度 6？ 震度 6？ 長野。すごいね。でかい、長野。マジ？だってここでこんだけ揺れてるんだもん。あれ、長野県。マジか。マジ？いやー、ということでですね、まあ地震でしたんですけど、僕明日出かけるんで、8000小田急さんと。ちょっとまずいなという感じですね。なんかいつも、前日に何かが起きるんですよね。はい。実は7月にも長谷川岳さんと団体列車見に行ったんですけど、583系っていうね、臨時列車がですね、地震の影響によりか運休になってしまったんですよね。僕明日もなんか臨時列車が来るそうなんで見に行くんですけど、大丈夫かな。いつも前日にこういうことがあるんでね。はい、皆さんも気をつけてください。気をつけてって気をつけらんねえな。まあ、こういう地震がね、たまに大きい地震が来るので、まあ、備えてた方がよろしいと思います。それでは終わります。